今からメイクしてもらいます。皆さんこんにちは、鈴木さやかです。本日もYouTubeお送りしていきたいと思います。声がね、どうしたらいいんだろうね。今ね、ホテルのお仕事の日ですということで、ちょっと今日はそんな一日のお仕事の様子をお送りしていきたいと思います。そんな感じで朝 YouTube スタート。向かっております。声やばくない？おはようございます。土足 OK。 やばいやばい、上がる。あ、これやばいよね。これやばいっすよ。あ、おはようございます。これやばいよ。違う。声が割れちゃう。おばさん言うな。坂田恵子。超が。お前ふざけんな。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、モデルの小坂さん。はい、お願いします。そしたら撮影現場ね、すごい私の声が坂田恵子さんに似てると言われたので、今坂田恵子さんを勉強しているところです。ありがとうございます。で、撮影現場にはね、大体こんな美味しいこういうのがありますね。これをいただきます。今からメイクしてもらいます。いただきます。皆さんこんにちは、じゅんじゅうです。今日は何をするかと言いますと、僕のメイク連載に尾崎さや子が出ていただいています。ちょっと映していくか。この下地いいね。この下地本当におすすめ。もうリピして、多分もう10本ぐらいはリピしてる。そうなんだ、こんな顔してる。おいしいこれ。下手な前髪ってさ、マジで髪ひどいよね。なんかさ、なんかさ、マジでさ、ディスコ感も出るしさ、なんかあればそのニュアンス前髪の雰囲気で、けどどっちなんみたいな。でも昭和やろ。似合わなすぎる。今日この撮影のためにそれ来てくれたんかっていうぐらいそうだよ。嬉しい。一応撮影向けにちゃんと行こうと思って。これとかそういうとかでも大人っぽく。これ可愛いね。そっちにしようかな。思ったもん。こっちにしようか。ひとまず、ひとまず。もちろん、あ、ごめん。先ほど勝手に取って。ごめん、私も抹茶の、著作権ない。人権無視してる。寒かったら、これ入ってる。変わんねえ。毛糸のパンツ。はい。可愛いと思います。可愛い。可愛いと思います。イメージで、全部入ってる気が。ね。取りましょう。サンゴナホゲがこんな生かし方があると思いませんでした。プロだね。今焦ってんでしょ、時間ないから。え、マジでほんまに焦ってるから今。ちょっとほんまにやめてもう今。話しかけていい？ほんまにやめて。ほんまに今やめても。ほんまに。ほんまに今。漏れてる。さすがです。結構痛いとか。あ、全然大丈夫です。余裕でございました。ありがとうございます。可愛い。うん。これオッケー。すごいツヤツヤよこれ。どんな油塗ったらこうなるの？いや、本当に俺の鼻の油をちょっとツヤ出しで。訴える。訴える。ボス遅いなったら訴えるからな。ふざけたらやめるな。だいぶふざけてる。ピンクの坂田恵子。一番好きな YouTuber じゃないか。インフルエンサー。インフルエンサー。すごいでもね。可愛い。あ、それあ、カメさんめっちゃ可愛いです。色味もなんか急にさっき出ました。うんうん。今可愛い。可愛い。可愛い。あ、そう自由にやってください。可愛い。うんうん、座ってちょっとゆるさも。かわいい。おお、かわいい。かわいい。選ばれてないやつも欲しい。だって。かわいい。かわいい。かわいい。よりより。なんかお肌の質感とかすごい。神戸さん綺麗です。ノーフィルターですよ。ノーフィルターです。すごい。つやつや。かわいい。あ、匂い。あら。うん。カメさん素敵です。あ、かわいい、欲しい。欲しい。カメさんめっちゃかわいい。前のバンツの朝支えといて。はい。そこでできんなかった。直せる。うん、うん、いいね。可愛い。うん。でも。はい、ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ漏れてるよ。神戸さんは絶対拾ってくれる。そのカードやばいと思う。さん取らせてもらえない。次は黒。キャンって言ってる。マルジェラですか？マルジェラ。ありがとうございます。今からやる黒バージョンがめっちゃ楽しみ。私今ので十分楽しかったよ。もう帰ってもいいよ。またやってる。光栄です。こんなちゃんとした撮影させていただいてありがたいです。すごい可愛い。撮影あっという間だな。2カットって産毛使うのマジうまいよね。真似しよう。有効活用しない。産後のアホ毛。全世界のサンゴのアホ毛を持ってるみんなが浮かばれますよ。こうやって使うんだって。アシスタントやらされてる。あ、髪が可愛くなってるっぽい。メイクが可愛いです。ちなみにこんな感じの雰囲気です。可愛いこの色。可愛い。これはルーズソックスですか？これレッグウォーマーです。超可愛いじゃん。いたします。出来上がった。お願いします。お待たせしました。おお、素敵ですね。ライティング綺麗ですよ。めっちゃ可愛い。可愛い。あ、可愛い。ああ、かわいい。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。パーツより取ります。というわけで撮影が終わりました。私服に着替えて、メイクもちょっと取りまして、こんな感じでモデルっぽい一日が終わりました。ちなみに今日はモネのジュエリーシリーズつけてます。これ受注販売だけで締め切りが6日とかだったと思うのでよかった。モネチェックしてみてくれ。これめっちゃ可愛いのよ。中波筋とダイエツカです。なわけで本日、私が、モデルをしているという一日をお送りしましたけど、声がねやっぱダメだね、これじゃねちょっと早く直そう。なわけで本日おせちびをお送りしました。それでは皆さんごきげんよう、せーのバイバイ。取られた